はい、コズの牛見部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介します。じゃん、出たドラゴンボール超戦士フィギュア4。はい、こちらですね。はい、こちらね、ワンボックス買いました。はい、なのでね、一つずつ開封してね、いきたいと思います。はいはい、一応ね、大箱の方を、蓋を開けました。はい、このフィギュアですね、はい、超戦士シールウェハースの、フィギュアバージョンですね。はい、待ちに待った天使悟空がラインナップに入ってるやつです。はい、こちらね、全7種プラススーパーレアのうちいずれか1種ランダムです。スーパーレアがこれになりますね。メタリックじゃない、パールカラーだった。パールカラーの孫悟空。重さとかで判断はしづらいかもね、今回ね。スーパーサイズ3の悟空も重そうだし、これもな、まあ、まずね、この手前からね、こう行ってコンプし終えた時点で、やめにします。はい、一応全、2、4、6、12、はい、12箱あるんでね、まあ8種類揃った時点で、開封はやめれということでね、一つずつ開封し封していきたいと思います。はい、ではね、とりあえず手前の1箱目からね、はい、行きましょう。はい、行きます。せーの。あら、これはいきなり、手前1個目でいきなり天使悟空ですね。でもノーマルです。はい、パールじゃない。この重さで、デカムね、食丸なんでね、この重さで、あれか、なるほどね、うん、はい、では、2つ目いきます。ガムいきます。せーの。ベジットか、ベジット、スーパーサイジのベジット。はいはい、3つ目いきます。せーの。あら、引っかかってる。はい、あ、スーパーサイジン3。はい、スーパーサイジン3の悟空。はい、4箱目これね、軽いな、これ。間違いなくブーですね。ブーかゴア、どっちか。これ軽いもん。せーの。ほら、やっぱご飯。軽いのはご飯かブーだと思います。はい、あ、これもめっちゃ軽いわ。5箱目いきます。これはブーです。せーの。セルです。そうか、セルも軽いか。セルも軽いですね、うん、ご飯と変わんないぐらい。左側、6個目、これも軽いな。これがブーですね。はい、せーの。でしょですね。はい、じゃあね、こっちの右のボックス開けていきます。今だと出てないのはベジットの黒髪とスーパーレアの孫悟空。はい、これはね、さっきよりこの天使の悟空より軽いんでベジットだと思います。黒まだ出てないんでね、まあ、順当にいけばこれがベジットのはず。いきます。せーの。あ、ブーだった。軽いか。
そっか。あ、これ重いな。これ重い。これはね、天使悟空かスーパーサイジン3ですね。おそらくパールですね。はい、いきます。せーの、スーパーサイジン3でしたね。やっぱ重いな。スーパーサイジン3は重い。これかちょっと軽い。これちょっと軽いですね。まあ、せーの、あー、セールです。あれ、この分だと全部開けちゃうな。余んねえな。これはね、中間くらいだから、これベジットだな。ベジット黒髪。いきます、せーの。あれ、ご飯だな。え、ちょっと待って、あと出てないのって。ベジット黒髪ベジットとスーパーレアしかねえよ。あれ、ワンボックスで全部揃わねえのかな。重さ、あ、どっちも同じぐらい。あ、こっち重いな。こっちはちょっとこれよりは軽い感じだ。これベジット、まず一番奥のね、このベジットからあげます。もうベジット決めつけてるけどね。いきます、せーの。ほら、すごくない？っていうことはこれ重いんですよ。で、出てないのもスーパーレアなんで、多分ワンボックスで揃うと思うんですよ。はい、まあ皆さん刮目してみよう。いきます、これがスーパーレアだ。せーの。